今日の訪れ、なんと菊井さん、そんなの大義を唱え、国事に奔走した松陰先生の言動が当時の幕を締めくし、いわゆる安政の大国に連覇して、今日の訪れなんときれい、ここ書いてるの、ちっちゃい、ちっちゃい、ここが重機来たよ、ステップ小さすぎるね、うん、あれダメだったの、修理だと上だ。高杉、福坂玄瑞。だから高杉晋作。松陰先生。伊藤博文どこいるの？木戸公園、向こう、道の向こうの木戸公園。伊藤博文は？一番奥の下だ、真ん中。真ん中。あ、リスティック。体操みたいだよ。ママは？書は後継を得ると、L を尊く。書は、まあ、本読みなさいってことだよ。何何？人の精神は目にあり、故に今日見る目は目に置いてつ。人の精神は目に。目を見たらいいね。いい見せたら、この人はいいはず。知は法の元たり、法は知の元たり。知ることは、リズはだいたい4尺2寸だいたい4尺2寸です。リズここ2尺登った？4尺2寸、パパは5尺。大きすぎるよ、小学校2人です。あ、2年前から掘りすぎた、ここも2年前まで。Yeah.
腕で全部見たんだ。だ。どんなところでも生えてくるの？はい。キドコイン先生が言うと、キドコイン。ユウキは建物の裏に、日本の扉の扉を開けます。キドコイン。ラクラキドコイン。ラクキドコイン。今日お伺いしました。そうですよ。文化のため、ユウキは100年代で待ってる。ちょうど歴史を残す。もうちょっと違うとこ行っといて。バイバーイ。一回違うとこ行って。バイバーイ。あ、向こうで見といて。あれ、見といて。早く見といて、ママ。早く見といて。向こうに、向こうに。うん。高杉統一、去年50歳、外交官を務める。ね、子供もディプロマットになってる。高杉政策の長官で、政策議論だって。これ何買ったの？はい、萩城やってきました。見てこの萩城の桜、すごいね。てってれー。リュウちゃん帰って映ってるか、萩城。綺麗だね。めっちゃ大きい。もう一回貸してみて。貸してみてあげるんじゃない。ママ行くよ、いっぱい行くんぐらい行くよ。行くよ行くよ。はい。うわー、喧嘩する。おお、同じ場所いっぱいあるんじゃなかったね。おお、見て見て、周りですごいよ。裸まってみて。あっちに何声の声何で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
向こうどうなってるの？うわー、階段きついね。全然きつくない。きつない。パパはすんの、私もだ。なにここ？わっ。パパ、ママたちが来た。はい。あー、こうなってるんだ。見て、この桜の上。こっちから行こう。ティーパーティーする。ここどうやって頼む。なんだティーパーティーってこういうことだったんだ。なんで聞いたことある。ああティーパーティー出てくるよね。違う意味だと思うけど。集めて。なんで？キズもいいじゃん。みんな一人ずつ。ちょっと動いてるね。一
しょ。いっせーので、ケイト桜だよ。ママにかけてあげる。桜の庭、そのままです。うん、デリーズがクワノの。あ、木におみくじを飲んでみてね。いや、結ばないですよ。あれからずっと来たの、山越えて。萩の方、向こうの方から山越えて、こっちの方まで来ました。おみくじを。あ、わ、れ、あ、あ、めっちゃ急じゃない。やっほー。お、お、え、ほら、い、やっほА вы где были?